さあ、それでは、戻れるだけ戻りましょうか。お？プルルルルル。もしもし？アンダインだが。うるさい。これはお前のアイディアだろ。お前にあるものを配達させる。配達してくれると嬉しいな。スノーフルのパピルスの家の前にいるから、取りに来てくれ。とんでもねえマラソンだ。行くしかないようですね。このイベント自体は、もともとあったのか、それとも、今この状況じゃないと発生しないのか。まあ、アルフィーのイベントが、おそらく、フラグなのだろうね。P ルートへ向かうための。にしてもまたフラビーみたいなやつ出てくんのかな。ほら、G ルートのラスボスの存在はさ、スマブラとかにも絡んでくるから超有名じゃん？よくフラビー知らないままだったなと。あんなえぐいやつ。まあ、そのおかげでなんか、気持ち悪いけどな。い まだにふわふわするわ。こっちのルートのボスも変なやつじゃなかったらいいんですが。でもある意味さ、ルートっつうか僕の中では物語が繋がってんだよね。一つなんだよ、まだ。僕はループしてる世界の中を生きてて、今次のルートへ向かおうとしてる感じの。荷物が多すぎる。すまんね。じゃあ、ポーン。異次元ボックスで、謎の鍵が結局謎のままなんだが。俺絶対そこだと思ってんだけどな。ダメか。まあ、謎の鍵については、さすがに調べようかな。これ全部終わったら。はい。この手紙を届けてもらえるか？アルフィーに。だって、これ内緒だけど友達だから特別に教えてあげるね。だってホットランド暑いんだもん、行きたくなーい。ってことでよろしく。あ、はい。もし勝手に読んだら、ぶっ殺す。まあいいだろう。こっそり読もうかなって思ったんだけど、命が惜しいしな。せっかくここまで、ラブ&ピースで来てんだ。やり直せばいいじゃない。心の底から誠実な姿で、行きますよ。それこそ気になる方は自分のプレイでやってみようってね。やつだ。まあ、ここまで有名なゲームかつパターンが多すぎるとなると、動画で済ましてる人も多そうだがな。なんなら全ルート済ませてる人もいるらしいからな。暗い話になるからやめよう。やっぱ、せめてルートは自分でやるべきだなと、今。動画で済まさなくて心の底から良かったと思ってるから、あんて。まあ、全部が完全初見じゃないのががっかりだが。お！どうしよう。また手紙が来てる。読みたくないよ。ダメだよね。いつまでもこんなことしてちゃ。随分しっかり封しであるな。どうした？ちょっとどういうつもり？いたずらなら。どういうこと？これあなたが書いたの？署名がなかったから分からなくて。嘘、どうしよう。嬉しいな。あなた手紙だと、ちょっと雰囲気違うね。それに意外だった。私あなたにひどいことしたから。許してもらえないと思ってたのに。こんな手紙をもらえるなんて。しかもこんなに情熱的な内容で。じゃあそうしよう。あなたへのせめてもの償いに。いいよ。私あなたとデートする。お前何様だよ。でもなんか始まったぞ。念願のこいつとのデートか。あれ？あ、ごめん。支度が終わらなくて。あら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 。どうかな？ほう、水玉か。デートスタート。待って。やっぱりまだだった。ストップ。愛情メーターを上昇させるアイテムをあげるね。そうすればデートの成功率が上がるんだよ。そうだよね。
大丈夫、ちゃんと用意してきたから。こんな日のためにいろんなプレゼントを準備しておいた。まずはこれ、メタルアーマーポリッシャー。あなたには必要ないかな。でもね、ほら、鱗用の防水クリームもあるよ。鱗用。それじゃあこれはどう、魔法の槍用リペアキット。やっぱりアイテムなんかいらないよね。早くデートを始めよう。デート、セッツ、早くやれと。ほんまか？お前のことやからまだ始まらんのちゃうか？あなたは、その、アニメは好き？はい。ほんと？私もだよ。話を合わせよう。どろっか出かけようか。デートの時ってみんなどこに行くのかな？ゴミ捨て場に行こうよ。ええー。着いたよ。アンダインとよく一緒によく来る。嘘。アンダインがいる。あなたとデートしてるとこ見られたらどうしよう。なんでって。それは、その、大変だ。こっちに来る。お、こんなところにいたのか。その、例のあれだけどな。やっぱり、お前が届けない方がいいと思ってさ。自分で届けるよ。だから返せ。持ってない。ぬわーであいつに会えたのか。会えたんですよ。ならこの辺りいるはずだな。助かったよ。もうちょっと探してみる。なるほど。あら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 。そうだね。ちょっとちゃちゃ入れたくなる展開だぜこれな。私のこと立派なモンスターだと誤解してる。真実を打ち明けようぜ。でもそんなことしたら嫌われちゃうよ。このままの方がいいんじゃないかな。でも前にも進まねえぞ。毎日怖くて仕方ない。みんなが本当のことに気づいたらどうなるんだろうって。みんなショックを受けるよ、私のせいで。でも自分でアンダインに打ち明けるなんてそんなの無理だよ。練習する？ロールプレイですね。な。よし。君がアンダインやるんだよ。はい。なあ、アルフィー、今日も可愛いな。私はよくそう言うが、深い意味はないぞ。お前なんか全然好きじゃないからな。話？お前が私に？ふん、まあいい、聞いてやる。私はなぜかお前の話を楽しそうに聞くからな。聞きながらお前をじっと見つめるのは、お前に冷や汗をかかせるためだ。で、話とは何だ？あえてここでキス！私にキスするな。でもお前とても上手だ。うわー、この案内お前のキスの海に溺れてやる。今なんて？あれ？おい、ちょっと待て。今日の服すっごい可愛いぞ。どっか出かけるのか？ひょっとしてデート中か？じゃなくて違うの。っていうか、デートだったんだけど、でもデートじゃなくて、ロールプレイしてたの。なんだって？聞いて。あなたにずっと嘘ついてたの。嘘？何もかも。はい。多いな。アルフィ。アルフィ。もういいよ。強い。よく聞け、アルフィ。私もお前のこといいなって思ってるぞ。だからこれだけは分かっておいてほしい。
今お前が言ったことはほとんどどうでもいいこと。お前が子供用のアニメを見ようが歴史の本を読もうが、私にとってはどちらもオタクコンテンツに変わりはない。私はな、お前の研究熱心なところが好きだ。それが何の研究だろうとお前は必ず全力で打ち込む。いつでも 100% の力を注いでいる。だからもう私に嘘なんかつかなくていいんだよ。私以外の奴らにも嘘をついてほしくない。お前が自分を好きになれるように協力させてくれ。ちょうどお前にぴったりの訓練もあるしな。え？それはパピルスの役目だ。出てきやがった。さあ、骨の準備はバッチリかな。自分のいいところを叫びながら校庭100周ジョギングだ。スパルタだな。頑張れ。ん？今のアルフィーの話嘘だよな。アニメも漫画もあれは全部現実のことだろ。頼む、アニメはフィクションじゃないと言ってくれ。フィクションなんですよ。嘘だ、心が砕ける。ダメだ、耐えなければ。心を強く持たなくては。アルフィーのために人間よ、真実を教えてくれて感謝する。私はこれからもこの現実に耐えながら生きていく。また会おう。なんかすごい戻されてるけど、俺どこ行けばいいんだよ。そうか、ゴミ捨て場に行こうっつってるからそうなってんのか。ってことはまたアルフィーのところに行くしかないか。うわー怖い。ハロー、貴様は俺様を心から信用しているな。大いに結構だ。実はアルフィーとの訓練が早く終わって、ぶっちゃけ本当にびっくりするぐらいすぐ終わった。だからアルフィーは家に帰らせた。アルフィーはもうすっかり家に帰ってるはずだ。何が言いたいかというと、別に深い意味とかちびっともないんだけどね、貴様も絶対行ってみた方がいいと思うな。アルフィーのラボに絶対なんかいいことあるとしか思えないもんね。露骨すぎるぜ誘導。じゃあ行くか。スージー、気になるね。とりあえず行こうか。まだそう、回収されてない伏線もあるんだよな。スージー、俺の、まあね、ちょっと恐怖心、警戒心から読み切れてないところもあるんだけど、でもおおよそは僕の解釈は合ってるはずだから、特になんかあれやこれや言わず進むぜ。こんにちは。アルフィーはすっかり家に帰っているはずだ。上、書き置き、読む。頑張って読んでみた。私に力を貸してくれて本当にありがとう。みんなにはとても感謝しています。でもね、改めて認めるのは勇気がいるけど、私の問題は周りのみんなに解決してもらえるものじゃない。私いいモンスターになりたい。もうビクビクしながら生きるのは嫌なの。そのためには自分の犯した過ちにきちんと向き合わなきゃ。今からそれを実行することにしました。ただこれだけははっきり言っておきます。これはあくまで私一人の問題。でももし私からの連絡が途絶えて、真実を知りたいと思った時は、この手紙の真上にある入り口に入ってください。みんなには私が何をしたか知る権利があるから。怖っ。相変わらず怖えな。え？警告、警告。エレベーターのパワーレベルダウン。電磁ケーブルの強度低下。高度が急激に下がっています。怖い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 。ついに王の依頼を実行する時が来た。国民たちを解放する力を生み出す。魂の力を解き放つ。
バリアは魂のエネルギーで封印されている。このエネルギーは人工的に作り出すことができない。魂のエネルギーは命あるものの亡骸からしか抽出できない。つまり新たに作るには、この世界に存在するものを利用するしかない。すなわち、モンスターの魂で代用するより他ない。しかし生きたモンスターから魂を抽出するには凄まじいパワーが必要。無論、魂を抜いた瞬間、本体が死亡するのは言うまでもない。また人間の魂は体の外へ出ても存在し続けるが、多くのモンスターの魂は死ぬとすぐに消えてしまう。怖い。ついにやった。完成した装置を使い、人間の魂からある要素を抽出した。生き続けたいという意志、運命を変えたいという強い気持ち、決意と呼ぶことにした。ふぅ。その意志が力を貸してくれてたのかな。怖いっす。怖いっす。はい。真ん中のドア。怖いっす。ナンバー6、国民全員に動かなくなったモンスターを差し出すようお触れを出した。今日そのモンスターたちが運び込まれてきた。今はまだ意識のない体が存在するけど、すぐに塵になってしまう。でもその前に決意を注入したら。BGM が出てきたね。ナンバー9。なるほど。怖い。怖い。え？なんだ？なんかいる。え？なんだこいつら。何言ってんのかわからねえ。怖いっす。どういうことだ。アルフィー、お前もしかしてめちゃめちゃやばいことやったか。君もおいでよ。怖いっす。ふう、一つになろうよ。なんだよ、ホラールートはまだ終わってなかった。あれ？メモリーヘッド、わかるようになってきた。なら動かないで。悪いな、動くぞ。それ攻撃だもん。分析。世界は一つさ。わからねえな、こいつら。怖いということだけはわかる。断る。それは残念。よし。もう戦うつもりはない。赤い鍵。床にメモ。排水口落とした。なるほど。全体的に怖いからやってらんないよ。僕は恐怖心と戦っているので、ナンバーをつないだお話ってのはおそらく大量にどこにでも調べれば見つかると思うから、そっちを頼むぜ。俺は怖い。怖
こんな敵ばっかりなんだろう今日。何にでも決意を注入してみる。やべえな。死体の一つが目を開けた。はあ。怖くない？なるか。怖いぞ。びっくりするぐらいホラーです。全員目を覚ました。みんなもう死んじゃってるはずなのに。もしかしてここにいる住民たち何人かは死んでたとか。でもなんとかハッピーエンドにできたのかな。人間の魂をあずごわに返して器はお城の庭に戻した。怖いっす。どうしよう。怖い。うわ、なんかいる。怖いっす。絶対なんかいたじゃん今。うわ、なんじゃこりゃ。うわ、擬態してやがる。レモンパン。ハミングしてみよう。知ってるメロディーをハミングした。体が震える。うえー、素敵な地獄へようこそ。うわぁ。わからない。どこ。ここだ。あ、いて。ハミングするぞ。何も起こらないのか。私と一緒にここにいて。めっちゃ食らう。ポーズを取る。私綺麗？いて。ちょっと普通に超強いな。びちゃびちゃ。うう。いて。意外と接触してしまうんだ。叫ぶ。私綺麗？わかんねえ。隅っこがわかりづらいな。放っておく。この感じ知ってる？怖いんだけど。これ右のやつなんだよ。なんだこれ。人の形をしている。怖い。怖いっす。あった。カーテン。やべえよここ。平和的なルートのはずなのに一番怖いよ。あいつ一人でに光るしマジ怖いよ。ゴアちゃん。なんでビデオカメラなんか。ゴアちゃん、私が一番好きなジャムはイチゴだろ。ママレード。で、面白かった？
もう遅いから早く寝て。まだよ。もしも私がカエルだったら何ガエルでしょう。ママガエル。ははは。子供ができて嬉しくてたまらないんだね。まったく君の相手をしていたら、私はゆっくり寝るのも、ままならないね。え？待ってくれ。トリー。やっぱトリエルか。ほう。怖いな。シーツの下。ふう。マルコ。たまたまレンズのキャップつけたままだった。いいじゃん、もう一回言ってよ。怖いっす。ハローマルコ、カメラに向かってスマイル。そういうことか。あれよ、最初にさ、落ちた子に名前をつけてくださいって言ってたよな。最初に落ちた子だったんだ。じゃあこいつは誰なんだ。ちょっと待ってくれ、怖くなってきた。やばい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 。あの花を摘んでくる。マルコ、決意を力に変えるんだ。諦めるな。君は人間とモンスターの未来を担うもの。もう怖くて嫌になっちゃうっす。どんだけホラーだよこのゲーム。本性を表したね。よし、めちゃめちゃ怖いけど頑張ってます。あの、口数減ります、ごめんなさいね。ここ来てからホラー展開しか味わってないからマジ嫌なのよ。本当に怖いっす。よし、怖いっす。少なくとももう一個ホラー展開が俺を待ってるんだ。勘弁してほしいね。それでも頑張ってスイッチを押して文章を読むんだよ。怖いっす。メタトンはスターになってもう私とは喋ってくれなくなった。話しかけてくるのはボディがいつ完成するのか知りたい時だけ。でもあのボディを完成させてしまったらメタトンには私なんて必要なくなる。そしたらもう友達じゃなくなっちゃう。あのボディを作ろうとすると汗が止まらなくなるし。え？うわぁ、やるしかない。アマルガムだ。遊ぶ。まだテンションが低すぎる。なんだ、矢印を逆に飛ばしてきてるぞ。呼ぶ。口から謎の液体が飛び散る。うお、早すぎて避けらんねえぞこれ。遊ぶ。まだテンションが低い。よし、わかった。
痛い。なでなで。ほう。壁を登り始めた。怖い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 。てかさっきから BGM が全体的に怖いんだよ。ちょっと得意げ。はい。ふう。まだ無理だな。無視。なでなで。ハピネスバブルステージ1を吐き出し始めた。どういうことだ。なで続けるか。はい。これでさっきのが見やすくなったってだけかな。やってらんないよ。セーブします。いきます。花じゃん。はい。生きたモンスターは他のモンスターの魂を取り込むことはできない。人間が別の人間の魂を取り込めないのと同じ。え、まさか。これ鏡みんな超怖いんだけど。そういうやつだろ。やっぱりな。また変なのいた。なんだこいつ。いじめっ子。わからない。え、謎の行動をとってみよう。うわぁ、こいつもしかしてフラウィー作ったのこいつってこと。あの元凶誰も聞いてない。普通に超絶怖いんですけど。これイノル、正しい心。ふう、全体的に恐怖が強すぎて俺もう分かんないよ。洗う。ふう。でもフラウィーという存在が生まれたのが多分これが原因なんだろうな。いや分かんないけども、からかってみよう。何か思い出した。勇気よ。言葉を取り戻したか。このわけわかんない敵ってもしかして俗に言う実験体たちなのか。冷たい。怖えな。そういうことだと思うんだけどな。冷たい。さて、ちょっとトイレ行ってきました。怖かったのでね。はい。じゃあ最後の鍵、おそらくあのファンが回ったことで煙が消えてるんじゃないかなと
思うので、さっきのところ、ここ怖いんだよ、またなんか出てきそうで、やだこいつ、うわ、冷蔵庫だ、さっきは読めなかったね。遺族からひっきりなしに電話が来る、みんなはいつ帰ってくるのかって、なんて答えればいいの。それがさっきのあれか。今日はアズゴアからの留守電が5件、そのうち4つはみんながカンカンに怒ってるって話。怖い、嘘つけ、やや、怖い、うわ、びっくりした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 、うえー、なんだよこれ、寒いのか、雪をネタにした寒いダジャル言った、敵の表情が変わる、とても寒い、反応あった、やじる、見た目が貴重、生きているのが信じられない、え、そんなこと言ってない、ライちゃん、え、笑う、え、ライちゃん、アマルガムってさっきの物体もそうだったよな、ってことはこの化け物の総称がアマルガムってことか。あ、さらに変わる。マジかよ。うわ、落とした。ここは？さっき無理やりここ触れたのか。怖くない？あれはなんで動いてんだよ。なるほど、こっちが動いてるから何かいると思わせといて、あっちってことか。超怖いっす、もう勘弁してほしいっす、マジで許してくださいっす、ほんと。ああ、な、あの言っただろ、ホラーゲームでなんかさ、あの苦手なんですよとか言って、なんかうわーうわーとか言ってるあいつらは、それがウケるということを分かってて、損得感情であいつは叫び声を上げてんだよな。な本当の恐怖と戦うっていうのは、なんかこう、あれなんだよ。もうちょっと面白い実況をしていただけませんかみたいなこと言われそうな、この空気を指すんだよ。勘弁してください、ほんと。さっきから勘弁してくださいとしか言ってない気がする。全部これでスイッチは押せたな。帰り道気をつけろよ。でもどう見てもこれ、フラウィー、わかんねえけど、ああ、もうやめて、そのピッて音やめて、もう怖いから。勘弁してください。出たよ、また勘弁してください。何回勘弁すればいいんだよ。ほんと待ってくれ。メンタルにダメージが。やばいよ、胃が。怖いっす。光らないで。もう光らないで。光らないでください。お願いします。ああ、怖い。セーブします、セーブします。もう奥行かないから、怖いから。え？怖い。怖いっす。うわー、いっぱいいる。なんじゃこりゃ。これやめなさい。ご飯をあげるからあっちへ行ってなさい。お前生きてたのかよ、この状況で。ごめんね。時間通りにご飯をあげないと言うこと聞かなくて。あなたが持ってるポテチの匂いを嗅ぎつけたんだと思う。あなたに先を越されちゃったみたい。いろいろ面倒かけちゃってごめんね。お前よく平然と。怖かったんだ。もうみんなに会えなくなるかもって。さっきの子たちのせいでって意味じゃないよ。本当のことを打ち明けるなんて。ちゃんと説明しなきゃね。私はアズゴアに頼まれて魂の研究をしていて、決意というエネルギーを取り出すことに成功した。それを使えばモンスターの魂をキープできると思った。でも実験は失敗だった。人間と違ってモンスターの体は実体が薄いから、
決意のエキスを体内に留めておくことができなくて、肉体を構成するわずかな物質はドロドロに溶けて、被験者たちはお互いの体がくっついてしまった。そしてあんな姿になってしまった。やっぱか。それを見て私、ご家族には絶対に本当のことは言えないって思った。誰にも言わず、秘密にしないといけない。お前手紙貯めてたのそういうことか。やっぱりそれじゃダメだって気づいたよ。みんなに打ち明けるよ。辛い目に遭うのは覚悟してる。自分を信じて自分に正直になればその分、苦しい思いをすることだってあるはず。また失敗することもきっとある。でも、転んだら手を差し伸べてくれる友達がいるって、そう分かってるだけでもう怖くないって気づいたんだ。あなたのおかげだよ。さあみんな行くよ。家族が待ってる。お家に帰ろう。本当に帰るのか。うわ、候補を決めた。フラウィー、怖いっす。あの花が消えた。やっぱそういうことじゃねえかよ。怖いっす。聞き覚えのない声がする。マルコ聞こえてる？本当に久しぶりだね。君はよくやってくれた。おかげで何もかもうまくいったよ。怖いっす。もうずっと怖いんだけど。ツタに覆われている？ここは？